どこを基準にしてねやっていくかっていうのがポイントになります。はい、皆さんこんにちは、サンヤブです。はい、今日も算数の問題を解いていきましょう。はい、今日はこのような問題です。いろいろな正方形を並べて長方形を作りました。縦の長さが10センチの時、横の長さは何センチですか、というシンプルな問題です。それでは解説始めていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、それでは正方形という性質をもちろん使うわけですけれども、正方形はどの辺の長さも等しいというところを使っていくんですけれども、どこを基準にしてねやっていくかっていうのがポイントになります。それはどこかというと、一番小さいやつです。なぜならば、一番小さいやつを基準にして次の正方形ができているということです。要はこういうことです。一番小さいやつを10と置くんなれば、これ全部10ですよね。10101010、はい。すると、ここの辺2つを利用して正方形ができているわけなので、次の正方形は20ということになる。はい。そして、この正方形は、この正方形とこの正方形の合わせた一辺の長さですよね。だから、20たす10で30という長さというのがわかります。はい。ここでですね、丸出ますよね。この10センチっていうのは、3、4、5の50イコール10センチなので、10イコール2センチというのが分かっています。はい。あとは横の長さを求めるだけ。はい。この一番でっかい正方形の長さは50になっていますので、50と。はい。ということになり、10たす2たす1で130ですよね。はい。130イコール、今回は 2×13 で26と。はい。ということで、26センチが正解と。はい、ということになります。はい、実はね、この正方形ね、もっと面白いことが起きてね、こうやってやっていくとね、面白い数列にもなってる、まあ有名なね、正方形を並べた図形ということで、ちょっと今日は変則的でしたけれども、まあ楽しんでいただけたらいいかなと思います。はい、というわけでこのやり方が良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは以上です。ありがとうございました。